セース講習というのは、今までの学び属性がどうしてもここだけは取り扱ってほしいという声を実現した夢の講座になっています。10月から12月にかけて日曜日を5日間使って本当にカンカン同率の過去問の点数を上げるためだけの講座を行います。これは外部生も参加可能です。定員は塾内生と合わせて150名。それでは早速ここから講座紹介に入っていきたいと思います。SS 講習の一発目、俺がやっていくのは多義語ってやつやっていきます。で、多義語って例えばランという動詞、走るって意味、経営するって意味、遺伝するって意味、川が流れるって意味、4つの意味全部覚えようとすると。でもこれって実は1個のイメージ掴んでしまえば、こんな4つの意味別に覚えやんでも、読んでる時にあ、これこんな意味やろなっていうのが出てくるわけ。つまり一般の受験生たちがやる労力の半分の労力でこの多義語っていうのがマスターできるわけよね。この多義語の授業を受けて多義語をマスターしてください。使っていくかっていう授業をやっていきたいと思います。まあ、多くの受験生が英文法、英文法の問題を解くために、勉強している人が多いですね。ただ英文法の問題っていうのは配点がすごく低くて、まあ、1問2点とか3点とか結構ちっちゃい。で、実際のメインでほとんど、入試の配点のほとんどが長文ですね。なので長文を読むために英文法っていうのをいかに使うのか、これをしっかりと身につけるだけで、もともと英文法をね、この授業を受ける前の段階でやっていてくれればね、長文の問題の点数も上がります。はい、なのでしっかり、一緒に頑張っていきましょう。11月9日は会話対策やっていきます。会話ってみんななかなか自分で対策するのめんどくさいし、なんか別にやらんでもええんちゃうって思ってる子多いと思うねんけど、ただこのたった1日のこの講座を受けてもらったらもう会話完璧やから、あえてこれから対策していく必要もないから、この講座ぜひ受けてもらって会話完璧にしてください。11月29日の僕の講座では各大学の特徴的な設問を取り扱っていきたいと思います。関西大学であれば1番の B のパラグラフステージを8分で満点にしてしまう方法、関西学院大学、同志社大学であれば英文和訳で絶対に失点しない方法、立命館大学であればシチュエーションの決まった会話問題を瞬速で解いてしまう方法を取り扱っていきたいと思います。これで目標としているのは、過去問の点数を10点平均点上げることを目標としています。11月29日みんなに会えることを楽しみにしています。12月13日のこの講座では合格最低点にまだたどり着けてない方もいっぱいおると思うねんけど、その合格最低点と今の現状の君たちのその差を一気に縮める、そんな授業をしていきます。具体的には読む方ですよね。読む方では速読力を一気にこの授業の中で極めていく。もう一個、解の方です。解の方ではどこに着目して問題を解いていけばスムーズに問題が解けて問題の解答根拠を身につけ出せるのかっていうことを明確にしていく、そんな授業をしていくので、今のみんなの現状の学力と合格最低点、それの差を一気に縮める、そんな授業を受けてですね、一気に合格に突っ走っていってほしいというふうに思います。それでは頑張っていきましょう。